今回はシナと小松菜の塩昆布チャーハンの作り方を紹介します。塩昆布の旨味と塩分で味付けはほぼしなくて OK なので簡単に作ることができます。さらにツナと小松菜が入ることでバランスのいいチャーハンに仕上がりますよ。それでは作っていきましょう。材料を用意します。ご飯 230g、 ツナ1/2缶、卵1個、下茹でした小松菜 30g、 長ネギ 10g、 生姜大さじ1、塩昆布 7g、 海苔適量、野菜は全部みじん切りにしておきます。鍋は前もって温めておき、油大さじ1入れて生姜を軽く炒めます。生姜は軽く香りが出るように炒めてから卵を入れます。卵を入れたら真ん中から一度だけかき混ぜ、半熟のうちにご飯を入れます。ご飯と卵が一体になるようにお玉の底を使って広げ炒め合わせます。ご飯の塊をほぐしながらパラパラになるように炒めていきます。このくらい全体がほんのり黄色になるまで炒めます。残りの材料を全部入れます。鍋を煽りながらしっかりと炒め合わせていきます。香り付けに醤油を小さじ 1/2 くらい鍋肌から入れていきます。醤油の香りが全体に広がるように手早く炒めます。しっかりと炒め合わされば完成です。さらに盛り付けます。最後に上から海苔をちぎってとせれば出来上がりです。今回はツナと小松菜の塩昆布チャーハンの作り方を紹介しました。塩昆布が全体をまとめて美味しくしてくれるので簡単に美味しく作ることができますよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。